あけましておめでとうございます。おめでとうございます。皆様方それぞれですね、ご自分で思い描いた素晴らしい大きな夢と希望に満ちた輝かしい28年を迎えになることと思います。皆さん笑ってますね。はい、あんまりそういうこと言っちゃいけないですかね。ということでね、今日は1月4日なんですけれども、私どもしゃべくりまつろは今年もこのように生放送でお送りしております。ということでね、はい、今日もいつもの通りね、夕刊見てきたんですけども、さっきほどね、三田さんにね、夕刊のことしゃべくるなって言われちゃったんでね、せっかく見てたんですけども、生放送でございます。私もこの松代テレビなんですけども、この2010年6月ですね、開局いたしまして、このしゃべくる松代もその年の11月に始めました。ということで昨年、5年を迎えまして、もう6年目に入っておりますということでね、今年は6年目ということで、飛んじゃった。そうですね、飛んじゃってますね。はい、それでですね、今年は真田丸ですね、新聞にも出たんですけども、真田丸の年でありましてですね、またこの松代でもですね、各地で御柱が行われます。昨年はですね、ご会長出てこないんですよね。ご会長で、おにぎわいですけども、今年はですね、特にそのご会長を上回るような人手が見越せるんじゃないかと思いますですね、私たち松代テレビもですね、6年目ということで飛躍したい年と考えております。それではですね、ご覧のようにですね、松代テレビのスタッフの皆さん、またかとお待ちなので、それではですね、三田さんからお一人ずつご挨拶をお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん、明けましておめでとうございます。ですね、今年はですね、お正月からですね、あったかい、雪が全然降れませんでした。そんないいお正月が迎えられました。はい、そんなことで今年も頑張りたいなというふうに思います。はい、ありがとうございました。はい、それでは金木さん、お願いします。はい、どうも皆さん、明けましておめでとうございます。今代表の方からですね、6年目に入るというお話がありましたけども、本当にあっという間のような気もします。それだけの自分の年も取ってきてるんだなというふうにつくづく感じております。今年もまた一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは続いて小松さん、お願いします。おめでとうございます。今年はですね、真っ白内の、神社をですね3カ所回ってきました。それで自分の健康とですね、この真っ白テレビのね、繁栄とますますの視聴率が上がるようにですね、お祈りしてきました。特にお賽銭をたっぷり上げてきましたんでね、お楽しみいいことがですねあるかと思いますので、よろしく、今年もよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。それでは続いて酒井さん、お願いします。はい、受けましておめでとうございます。2日の日にですね、箱根へ行きまして、山の神の神の大地君を見てきました。すごく早かったです。以上です。マラソン見てきた。見てきました。駅伝見てきました。ありがとうございました。はい、それでは清水さん、お願いします。皆さん、明けましておめでとうございます。今年は、子供たちが来ていたもので大変忙しい、正月、年末から正月でした。また今年も頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。それでは香山さん、はい、お願いします。明けましておめでとうございます。今年正月1日にですね、真っ白駅に来ましたので、ずいぶんバスで降りてきて、観光客が真っ白に来てどっか歩きたいというふうに言ってるなということで、真田丸効果で盛り上がるなということをすごく感じます。今年も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。それでは最後になりますかね、二本松さん、お願いします。はい、もう一人技術部長の福井さん、まもなく到着の予定なんですけれども、さりげなくさっき打ち合わせ通りね、もう昨日から仕事の方始めたんですが、初詣は今日は増山神社の方行ってまいりました。皆さんちょっと固い話ばっかなんで、お賽銭はね、皆さんよく5円あげる方がたくさんかと思います。
500円あげちゃいけないそうですね。これ以上の効果がないということで500円はあげちゃいけないと、この間、ね、テレビでやってました。私はね、今日50円玉1個と、皆さんと同じことじゃ面白くないんで、プラス1円玉2つ52円がありますようにということで、52円あげてまいりました。おみくじは小吉、なかなかいいくじでありましたということでございます。ご挨拶でございます。はい、はい、ありがとうございました。あまり長くやるとね、はい。それではね、抱負を三田さんからお願いしたいんですけども、今二本松さんからね面白い話をいただいちゃったんでね、ここで私も二本松さんに負けちゃいけないんでね、ちょっと面白い話を一つ申し上げなきゃいけないというふうに今思いつきましてですね、私も今年初詣に、増山神社行ったんですよね。それで、まあ、本殿で、今年ね、頭が良くなりますようにとお参りしたんですけども、まあ、帰りがけに入り口に池がありますね、無事帰るという池があるんですが、カエルがいるんですけどね、あそこ、ここも無事帰るようにちょっとお参りしていこうということでね、500円はあげなかったんですけどね、やっぱりこの硬いやつなんですけどね、硬いやつをねこう狙って投げたんですね。ポンって投げて、よしうまく入れと思ったらですね、なんと縁があるんですね、桶がね、桶っていうか容器が、容器の縁に当たりましてね、ポンってぶつかって池にぼちゃっとおって、あら今年はまあついてるわよと、え、思いました。面白くないですかね。はい。はい。はい、そうですね。はい、わかりました。はい。どっかどっちかわかりません。あ、そのままおっちゃんですね。はい。池にぼちゃんと落ちてね。もう一回あげなかった？いや、あげなかったですね。あげればよかった。これが今日はね、元日だからね。はい、次お願いします。はい。はい。皆さんお願いします。はい、はい。ですね、これ今ちょっと市民新聞をお借りしてあれなんですが、松代ですね、真田丸を、で、真田丸でね、誘客をっていう形でですね、町中今本当に長野市も含めてですね、真田丸関係という形で今動いてます。はい。それに負けじとですね、松代テレビは今年も地元に根ざした、方々をですねお呼びしてですね、いろんなお話を聞きたいなというふうに思ってます。まあ、真田丸は真田丸ね、マスラテレビはマスラテレビで、頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。それでは片木さん、はい、手短に言われてはね、そうでも本当にこれから新年にかけて、今三田さんのおっしゃった通りね、真田丸真田丸で、テレビ報道関係はね、賑やかに放送しておりましたけれども、やはりマスラテレビもね、やはりこれだけの施設を運営している以上は、いいチャンスでありますのでね、ぜひ真田丸にちなんだしゃべくる真っ白だけじゃなくて、隠れたその真田丸に関連したね、そういった場所、そういったものを紹介していくのも一つの手じゃないかと、こんなふうに思っております。NHK に負けないようにやりたいと思っております。はい、ありがとうございます。はい、本田さんお願いします。今年はですね、やっぱり皆さん言われたように真田丸なんですけども、やはり、真田丸の特徴を生かしてね、やっぱり、自転車サイクリングですね、サイクリングとかガイドとかそういった映像もですね、含めて、皆さんに、紹介できるといいなと思います。はい、ありがとうございました。はい、坂井さんお願いします。はい、ずっと配信の方をやってまして、取材の方はどんどん逃げてましたので、少し清水さんの真似しながらちょっとチャレンジしてみようかなと思います。ちょうど真田丸もいい機会かななんて思ってますけども、よろしくお願いします。猿年ですので、猿のようにあちこちと出没したいと思います。ああ、いいですね。素晴らしいですね。よろしくお願いします。期待してます。よろしくお願いします。はい、続いて坂さん、坂ちゃんね、清水さん、今出ましたね、はい、清水さんも取材多いと、そんなこと言われても、はい、本当に困っちゃうんですけど、もう昨年はほとんど、ろくなことできなくて、本当に申し訳ない限りなんですけども、今年ぜひ去年のよりもたくさん、取材に行きたいと思います。それで、まあ、何しろ編集の夜が
あんまり良くなかったせいか、苦労してたもんで、もう少し要領をなんか教えていただきながらやりたいと思います。よろしくお願いいたします。いや素晴らしいですよ。はい、続いて加山さんお願いします。はい、ちょうど4年前にですね、あの3月ですかね、真っ白駅っていうか長野電鉄八代線が廃線になったということで、あのこの真っ白テレビ局でもそのキャンペーンをやったかと思うんですけども、まあ、あの今年ですね、この真田丸に合わせて真っ白駅を1年間使えるということで、あの白壁に塗り替えていただいて、1月の17日から、ね、使えるようになります。こういった動きをですね、ぜひ捉えながら真っ白テレビ局も、動きができればいいかな、そんな新しい真っ白切り口でね、お伝えできればいいかなと、そんなに思ってます。どうぞよろしくお願いします。はい、はい、どうもありがとうございます。それでは二本松さん。はい、あの今加山さんお話出ましたら、松代駅はあの、スタジオにできるほどね、あの設備も整っておらないので、できればあのスマートフォン等を使って、ちょっと中継もね、ここを見てみたいなというふうに思ってます。若干時間があるのでいいよね、もうちょっとね、はい、あの一番肝心な話なんですが、今年の7月の25日の月曜日で第300回を迎えるようになります。またあのみんなで企画を考えとるわけですけれども、一つあの100回の時も盛大にやりましたけれども、一つあの縁起のいい3という数字ですので、300回に向けてですね、またあのやっていきたいなという、まあ、抱負って今言いますか、計画をね自分なりに練ってるところです。あとは、まあ、あの酒井さんと、まあ、今2人で、まあ、福井さんも含めて3人で技術の方の関係やっておりますけれども、その300回が7月25日にできるように1回も休まずにですねやっていかないとこう超えちゃうわけですから、まあ、ぜひこれだけは何としてでも3人で協力をしながら技術の方はお任せいただいて、いい番組を作っていきたいというふうに思ってます。今年は猿年で、別の読み方をしますと縁というふうに読みます。まあ、自分も普段から大事にしておりますけれども、あの、緑というに似た縁ね、つながり絆というようなことであります。縁と縁を大事にということで、こっちの縁も大事にということで、今日再選で、ネタ売りしましたけれども、なんで頑張っていきたいというふうに思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、今あのこのしゃべくり祭りの300回の話出たんですけども、やはりあの300回500回1000回に向けてですね、続けていきたいと思うんですけども、それには私どももう一生懸命頑張ってやりたいと思うんですけども、これあのこの番組ですね、ご覧の皆様ですね、やはり、見ていただくと同時にですね、ゲストとして、皆さんぜひあのご出演いただきたいと、このように思います。やはりあのこれだけの限られた中の皆さんですので、皆さんですね、お声かけてお願いしましたらですね、ぜひあのゲストとしておいでいただきたいと、このようにお願い申し上げます。それではあとどなたかお話ありましたら、三田さんありますか。はい、ですね、まあ、今こんなの、まあ、どうしてもこういうあのなんですかね、おもてなしたいってね、今松代でもこういうおもてなしですね、エゴールド松代クラブを中心にですね、いろんな方に、呼びかけて参加していただく、そういう取り組み今やってますね。で、先ほどその加山さんがおっしゃってた、松代駅を中心にですね、観光客の皆さんであったり地元の皆さんをお迎えして、街の中に、散策していただいてですね、街の良さを知っていただく、そういう取り組みがね、できればいいかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。それでは若干時間ありますので、どなたか、珍しいですね、だいぶ時間1分余ったということでね、いつも足りなくて、真田関係でね、これ、はい、大博覧会というのをね、あの真田邸、あ、真田博物館でやるんですけど、こういった取材もね、はい、あの逃さずに一生懸命ね放映できるといいですね。そうですね、はい、我々カメラマンもね、そういったものにね、やっぱり注意してですね、細かにきめ細かに、まあ、取材していくのも必要じゃないかと思うんですよね。はい、ありがとうございます。それでは加山さん、はい、久しぶりにおいでいただいたので、ありがとうございます。はい、まあ、できればその上田とかですね、九度山とか大阪とかですね、そういったあの各地区で真田丸
盛り上がっていくかと思うんで、なんかこう連携プレーができるような取り組みができれば嬉しいかなって、そんな感じもしますね。はい、わかりました。時間もちょうどなんですけども、何かこれだけは念頭に言わなきゃいけないという方いらっしゃいましたら、いいですか？手短にね、片桐さん、やっぱり片桐さんですね、片桐さんね、はい、手短に片桐さん、やっぱり締めてもらわないとね、はい、いいですか、何かありますか、二本間さんありますか、片桐さん、いいですか、はい、はい、あ、じゃあちょっと行っちゃおうか、はいはい、手短に、ね、ここにね、こういうテレビ画面、うん、シャープのアクオスがあるんだけど、ここはね、松代もそうだけど、沼田からずっとこうやってね、いろんな DVD で紹介してるんです、うん、で、松代でもここでもって DVD でね、松代もそうですけども、松代のやつを中心に、放映できてますので、こう来てね、ぜひね、見ていただきたいな、はい、はい、よろしくお願いします。ということで、ちょうどね、時間になりましたけれども、今日はね、スタッフ全員で、出演させていただきました。今年もですね、この松代テレビどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、みんな手予告、ちょっと予告見ちゃう、ちょっと待って、うん、じゃあちょっとあれだね、予告の予告もできてるんだ、じゃあ ここでやっちゃう、うん、はい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 、清水さん申し訳ないですけど、1カメの方へ、はい、はい、途中でやっとね CD 直ったんでいやー、三田さんまだ早いよ、早いね、もういいよ、もうどうしよう、はい、いいですね、はい、はい、あ、一つのカメラだからダメなんだね、はい、それは、はい、三田さん今日良かったね、良かったね、皆さん出ていただいてね、はい、はい、ありがとうございます、はい、で、来週は、普通通りで、あ、普通来週ね、普通で、はい、はい、来週はね、はい、宮坂さんでした、あ、私でしたね、272回目、272回、はい、はい、来週は社協へ福祉自動車を寄贈された、はあ、井森さん、そうですね、ね、先々週ですかね、うん、福祉自動車 2台目ですね、1台今あるんですけども、あ、1台あります、はい、2台目をね、寄贈されましてですね、あの方をお聞きするとね、うん、たくさん、菅井原とかでね、うん、たくさん寄贈されてるみたいなんですよ、うん、そこら辺のお話をね、うん、ぜひお伺いしたいと思いまして、うん、お呼びしました。あ、そうです、はい、了解でございます。まあ、あの、ね、ね、何十年か後には私らもおせっかいじゃなくて、お世話になるおせっかいになるお世話になるんでね、はい、なんかこういったのも一ついいかなって思います。そうですね、いろいろお聞きすればいいね。そうですね、はい、はい、そんなことぜひまたね、はい、いい話をお伺いしたいと思うんですけども、はい、それでは来週もぜひ松代テレビ、しゃべくる松代をどうぞお楽しみに。よろしくお願いします。最後3回目でみんなで、あ、3回目で、はい、はい、あ、じゃあ清水さんも、清水さんも3回目、3回目で、はい、ええ、こっちへ来る、ここで映る方転ばないように、転ばないように、はい、じゃあもう、はい、はい、今年もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。